こんにちは、日野です。相変わらずちょっとね、真っ暗闇の中なんですけれども、今これ5時36分なんですけど、もうかなりね、日が暮れてしまっています。まあ、11月ですのでね、やむを得ないかなと思うんですけれども、まあ、今店に戻っているところでしてね、ちょっと何か撮れないかなということで、ボタンをとりあえず押したというところなんですけれども、前回、薬へのことについてもお話ししましたけれども、まあ、できるだけやっぱり薬とかね、使わないような形で、薬っていうのも、お医者さんで出される薬っていうのはやはりどうしてもね、副作用とかがあったりしますので、しかもそれをずっと飲み続けなきゃいけないと。血圧の薬なんかは生涯ね、飲み続ける、まあ、こっちが何も断らなければずっと出され続けるようなものですので、でそれがいいのか悪いのか、ね、正直言うと副作用もあるわけですから、決していいとは思わないわけですよね。だからできれば減らしていければ一番いいんですけれども、まあ、そういう意味で薬へっていうのは体に触れたり、体に当てたり、背中に貼ったりするだけで何かこう体が熱くなったり、体の変化を生じるものなんですけれども、まあ、そういう意味では非常に面白いというのか、可能性を感じるものなんですよね。でこの薬を利用することで薬の量を減らしたり、あるいは体の調子を整えていくことで自然とね、薬がいらなくなったりっていうことになってくると思うんですね。だからうまく活用していけば、その空間、体を治すのではなくて空間を変えるんだっていうようなことをおっしゃっているんですよね。空間を変えることで、体もその中にいる、その内側にいる僕たち、人間の体もね、自然に良くなっていくということで、まあ、非常に面白いなと思いますし、まあ、よくこれだけ薬へっていうのをいろいろね、開発されてきたなっていうのを思うんですよね。まあ、元々はヒーリングアートっていうふうに言ってて、その走りとしてフラワーシャーベットっていう図形があるんですけれども、まあ、このフラワーシャーベットっていうのがキーホルダーになってて、まあ、これがまた小さいながらもですね、そしてまあ価格的にも非常にこう安いながらも、非常にこうパワーの強いというのか、いろんなこう体験があって、このおかげで、なんて言うんでしょう、事故に遭わずに済みましたとか、いろんなこう奇跡的な出来事が起こったり、それを報告してくださったりっていうことをしているみたいなんですね。だから、まあ、このフラワーシャーベットっていうもの自体がなんかこう図形のパワーというのか、色と図形と、まあ、形、まあ、そういうパワーが、あるということで、まあ、実際にイチゴのなんか実験があって、イチゴが腐りにくい、その何もしないのと、フラワーシャーベットの上に置いた何かイチゴが非常に腐りにくかったりっていうこともあってですね、まあ、そういう変化、まあ、実際に何らかの変化が、起こっているんですよね。まあ、ですからそういう意味で薬へ、まあ、今は薬へっていうのに統一されて、いろんな種類の薬へが出てきてますので、まあ、これもね、いろいろ使ってみていただくと面白いんじゃないかなって思うんですよね。ドラゴン、ゴールデンドラゴンですね。ゴールデンドラゴン、まあ、金運に特にいいということで、このゴールデンドラゴンっていうのもね、人気が非常にありまして、僕自身はもうそのゴールデンドラゴンのポスター台のサイズがあるんですけれども、それを枕の下に入れっぱなしにしています。だからもうそれでいいのかなと。まあ、金運が上がるというのか、寝てる間にね、こう潜在意識にいい影響を与えてくれているんじゃないかなっていうことで、ずっと敷きっぱなしに今してます。で少し前からそのテラヘルツの枕っていうのが来たので、まあ、それも山線の山本社長という方が作っていただいている方で、非常にこうこだわ
究極の枕じゃないかなっていうことで、この枕も使わせていただいて、その枕に、僕自身は今カタカムナの枕カバーっていうのがあるんですけれども、まあ、これを、カバーしてカバーにしてそして寝ています。で、ブラックアイガイアスの50ガーゼケットっていうのが出てきまして、これもなんかねすごく良さそうな感じが、するんですけれども、まあ、そういうふうにいろんなこう商品をどんどん開発されている丸山先生という方はね、まあ、非常に素晴らしいなということを感じるんですよね。次から次へと本当にこうどんどんアイデアが降り注いでそれを具現化していってるということで、まあ、なかなかこう普通の人のレベルじゃないなということを感じるんですけれども、まあ、ブラックアイにしても MAX ミニ V とか MAX ミニ α にしてもいろんなブラ電磁波対策のものも出てますし、まあ、カタカムナシリーズカタカムナのバレルコアとかねそういったものを開発してくださって、非常にこう面白いなと。人間の可能性というのか、そのどんどん無尽蔵にアイデアが降り注いでくる、まあ、丸山先生自身にもねなんかすごくこう魅力を感じるんですよね。だからまあ僕自身も学ばせていただきながらですね、まあ、いろいろ商品も使わせていただきながらそれをまあ使ってみていいと思ったらねお伝えしていっているわけですけれども、まあ、今回薬絵っていうのがいろいろと出てきたので、まずはちょっと使ってみて、またねご紹介していければいいなというふうに思っております。ということでね、ちょっと真っ暗闇の中ですけれども今回は以上になります。ありがとうございます。